皆さんこんにちは、ゴルフステーション新宿の阿部です。ですね、今実際、ここで例えばコースに行った時に誰か打ってるという設定で、今自分ちょっと離れたところで待ってるという状態なんですけども、ここからですね、どのような動きをすれば、ティーショットを打つ時、当然セカンドとかにも行けるとは思うんですけど、そんな流れをちょっとお見せしたいと思います。特にこれからコンペの時期とかも重なってくるので、やっぱり皆さんプレーファーストをまず最優先に心をかけてラウンドしていただきたいなと思います。では見せます。じゃあ誰々さん打ちました。じゃあ自分の番に投げました。よし、行きましょう。よし、じゃあドライバー持って、ティーこれだと。あ、そうだ、ボール、あ、こっちだ。動きました。で、これから打ちましょう。あ、そうだ、グローブしてなかった。よし、じゃあ打ちましょう。なんてことをやってたが、時間がかかってしょうがないと思います。そこでこのティーとボールなんですけども、もしできたら同じポケットにすでにもう入れておいてください。で、グローブも例えばさっき自分ここに立ってましたけど、順番待ってる時に迷惑にならないようにもうグローブをしてお待ちください。そうすれば、じゃあ前の人が打ちました、そしたらもうポケットに手を入れるだけで、このようにもうティーとボールがもうすぐに取れます。そうすれば同時にこのようにティーアップができますので、とてもスマートなの。そしてグローブももうしてますから、ここで素振りを軽く取って、よし、じゃあよろしくお願いしますと気持ちよく打っていくことができるのではないかなと思います。で、これからどんどん季節も良くなっていきますので、このようにプレーのことを気をつければもっと皆様エンジョイできると思いますので、ぜひ試してみてください。